皆さんこんばんは。チーム A の谷口めぐです。今日は755のめぐの755が20万ウォッチを行ったということで、記念して恒例の質問返しなんですけど、めぐラジオやっていきたいと思います。では早速、 AKB の大運動会でチーム A が優勝してたらご褒美のソロ曲は何を選曲しましたか？私は、奇跡は間に合わないを選択してました。はい、じゃあ次、 AKB グループの中で誰と一番仲がいいですか？私は、さややかな、さやと一番仲がいいかもです。では次、ディズニーの好きなキャラクターは？私はダッフィーとシェリーメイちゃんとか、あとはなんだっけジェラトーニくん、ジェラトーニくん好きです。あとはアリエルとか白雪姫とかプリンセスも少し好きです。じゃあ次は、いちごちゃんズの中だと誰と一番遊んだりしてますか？もしくは誰と一番仲良しかな。いちごちゃんズの中だとなーにゃとまなみちゃんとこみちゃんとせいちゃんと5人でディズニーランド行ったり、この前焼肉の岩さんでご飯したりしてましたね。誰と一番仲良しなんだろう。もう選べないです。もうみんなと仲いいです。はい。めぐちゃんはソフトボールしたことありますか？去年の今頃にですね、体育の授業でソフトボールしてました。はい。めぐちゃんは試験勉強はいつするの？私は前日に一気に徹夜してやる派です。はい。15期全体でいいことといえば何ですか？なんだろう。最近755でいちごちゃんズタイムとか始めたり、なんかそういう団結力がいいのかな。はい。じゃあ次、めぐちゃんが幻想直想からそれぞれどんなことを学んでいきたいですか？私はトーク力とかオチのつけ方とか学びたいです。では次、めぐちゃんのインコの名前はなんて名前なの？すーちゃんです。すーちゃんって名前です。じゃあ次、めぐちゃんに質問。ケーキで一番好きなのは何ですか？私はティラミスが一番好きです。小学校4年生の学校のなんかクリスマスパーティーみたいなのやつで初めてティラミスというケーキを食べたんですけど、もうその美味しさがすごく衝撃的で、もうめっちゃハマっちゃいました、ティラミスに。もう今でも一番大好きなケーキです。次どうしようかな。1週間、1ヶ月、1年それぞれの期間休みがあったら何がしたい？やっぱり1ヶ月ぐらい休みだとなんか海外旅行とか行きたいです。では次、何にしようかな。サンタクロースは何歳まで信じてた？私は小学校2年生まで信じてましたね。小学校3年生の頃なんかプレゼントがちょっと見えちゃって、もうそっから、サンタさんって実はって感じでしたね。はい。じゃあ次、質問は一人で〇〇、カラオケや焼肉など旅行様々ありますが、やってみたいことまたはやったことありますか？私は一人で映画行ってみたいです。まだ一人で映画見に行ったことないんですよ。一番好きな公園って何？私は今恋愛禁止条例とリセット公演やってるんですけど、もうどっちもそれぞれの良さがあるのでどっちか好きっていうのは選べないんですけど、やっぱり劇場公演はすごい大好きです。はい。最近 AKB のお仕事以外でこれが楽しいって思えるハマっていることが何かあったら教えてください。
私はハマってることは、あの大好きなサイレントサイレンさんの最近はアルバムとかをよく聞いてます。おめぐちゃんがよく見てる雑誌は、私は最近あの宮脇さんが表紙されているキューティーという雑誌を買って読んでます。すごい宮脇さんめちゃくちゃおしゃれで可愛いです。では今日はここまで。皆さんたくさんの質問ありがとうございました。またねー。